長岡ニュータウンは、新潟県長岡市に所在する大規模なニュータウンである。長岡ニュータウンは、長岡市川西地域西部の丘陵地周辺における、都市基盤整備を目的として開発が進められた。地方都市の拠点化を目的とした、地域振興型の都市開発計画で、大都市近郊の住宅地開発を目的とした、ニュータウンとは異なった性格を有する。事業開始当初は、 当時の地域振興整備公団が事業主体となっていた。現在事業は UR に引き継がれ、新潟県と長岡市が開発事業に参画している。開発地区は丘陵部周辺の3地区に分散しており、このうち丘陵地を切り開いて開発された中央地区は主に住宅地と商業地となっている。関越自動車道の長岡インターチェンジ周辺の 平坦地の斎津地区は主に流通業務地として開発された。同インター北西側の丘陵地登録の雲津地区は主に工業地区である。長岡ニュータウンの古障は住宅地主体の中央地区のみを指すことも多い。1973年の計画発表時は地区面積は約1413ヘクタール、計画人口は 周辺の集落を含めて約5万6千人を見込んでいたが、サイズ地区とクモズ地区では企業立地が進んだ一方で、中央地区では宅地分譲が進まず開発が停滞し、1991年に実施された大幅な計画見直しによって、中央地区の開発面積は削減され、その後宅地として計画していた箇所は都市公園の建設用地に転用されるなどした。 中央地区については、地域公団が UR に改組された2006年をもって、新規の開発事業が凍結され、現在は既存の宅地分譲が続けられている。中央地区の定住人口は、慢性的にごく緩やかな増加にとどまっており、居住数は1234世帯、3816人と、計画地の1万人には遠く及ばず。宅地には、青葉台、 陽光台の二つの地名が付与されているが、いずれも、町名整理のみで、住居表示は施行されておらず、外区符号の設定等は行われていない。1973年の計画発表時には、給料部の林など、自然の姿をできるだけ保存しながら、インダストリアルパーク、流通センター、学園地区、住宅地区、 レクリエーション施設などを1413ヘクタールの中に集約する計画が盛り込まれた。また、長岡駅からニュータウン中央地区へ至るモノレールを建設して、公共交通の便を図るほか、当時建設が進められていた国道17号長岡東バイパスから宮内駅北側を経由して、信濃川、渋見川を渡り、斎津地区と中央地区を経由して、 国道8号に接続し、さらに、雲津地区へと至る都市計画道路、長岡東西道路など、ニュータウンの開発計画に合わせた交通施設の建設計画も盛り込まれた。1975年に事業実施基本計画が認可され、整備事業が開始された。翌1976年には、斎津地区と中央地区の中間点にあたる丘陵地登録に、 長岡技術科学大学が開学し、また1980年代に入ると、長岡市周辺の産業都市化を目指す、長岡テクノポリス計画が開始されるなど、ニュータウン地区の都市開発も進捗するものと思われた。だが1970年代終盤の第二次、オイルショック発生による経済社会情勢の変化で、長岡ニュータウンの過大な計画規模は実践に見合わないものとなり、 特に住宅地の開発停滞が目立つようになった。開発地区のうち、流通業持ちのサイツ地区と工業地のクモズ地区においてはスムーズに分譲が進んだ。ニュータウン事業で最も早い1980年から分譲が開始されたサイツ地区では、市内中心部からの立地移転などもあって、卸売業や運送業を中心に立地が進み、その後も追加の用地造成が進められ、かつ、 開発地区の周辺部でも、業務地や住宅地の開発、分譲が進められている。3地区で最も遅い1990年から、分譲が開始された雲津地区では、前述のテクノポリス計画の一環として、地域公団と長岡市が共同で、幼稚造成を進め、わずか2年で全区画の分譲が完了し、旧社が立地した。しかし、 住宅地として開発され1983年に分譲を開始した中央地区は長岡インターチェンジから車で約10分という立地でこそあるものの長岡駅周辺の中心市街地からは車で約20分バスで約30分と離れており利便性は決して良いとは言えない立地であったそれに加えて公共施設や店舗が少ないなど 生活基盤の整備が大きく立ち遅れていた。中央地区はもともと、サイ地区や雲津地区に勤務する従業員世帯の居住地を想定して整備が進められたが、分譲地は都市基盤が未整備で、また、給料地で域内の随所に勾配が点在する立地条件もあって、中心市街地に近く都市基盤が整った平坦地の分譲地と比較して、売れ行きは伸びなかった。 この間に、モノレールの計画は白紙化され、長岡東西道路も、宮内駅北側の沢田湖線橋通りとニュータウン内の区間が整備されたのみで、開発開始当時の市長が構想を掲げた、品野川と渋海川を横断するニュータウンブリッジの建設も具体化には至らなかった。このように、中央地区では、分譲が進まず、宅地として造成が行われたのは、 西熟区のみにとどまるなど、開発停滞が慢性化し、地域公団は計画の見直しを迫られることになった。地域公団と新潟県、長岡市は1988年と1991年の二度に、渡って、主に中央地区について、計画の大幅見直しに着手し、地区面積を440ヘクタール、計画人口を1万人にまで縮小した。 中央地区のうち当時すでに造成が進捗していた西熟区の大部分を除く用地は宅地化を断念し南熟区には開発停滞の救済策として国が国営越後給料公園を建設したほかその他の熟区予定地は新潟県と長岡市に払い下げられ県は新潟県立歴史博物館などの建設用地に充当し長岡市も公共施設の建設などを目的に 私有地を確保している。この南十区と西十区の一部を合わせた面積は中央地区の開発予定地区の約4割にも及ぶ。長岡市が取得した私有地のうち東十区の大部分はもともと当時大手ゼネコンだった佐藤工業と新潟県長岡市の三社出資による第三セクターが宇宙開発に関するテーマパーク。 スペースネオトピアの建設用地として取得したものである。ニュータウン計画の見直しに連動する形で1989年に佐藤工業が建設構想を明らかにし、2001年度の開館及び全面供用を目指して用地を取得したものの、計画はバブル経済崩壊の影響等で白紙化された。私有地では、その後、野球場や陸上競技場など、 市の公共施設の建設構想が出たものの、具体化には至らなかった。しかし、長岡市は、市有地のうち、国営 h 後丘陵公園に隣接する西住区の用地を、スポーツ施設の建設用地とする旨を決定し、2007年に、サッカーコートなどを内包する運動公園の、整備内容が決定して建設が進められ、2011年10月9日に、長岡市、 ニュータウン運動公園が一部開園し、人工芝サッカー校と一面の共用を開始した。また、東重区は研究開発に特化した企業、機関の誘致に転換され、UR と長岡市は長岡オフィスアルカディアとして分譲を進めている。また、新潟県立歴史博物館に隣接する西部丘陵東地区は産業ゾーンとして分譲が行われ、 各種企業が進出しているほか2014年にはメガソーラー発電所が2018年には南長岡ガス電の天然ガスを用いて地産地消の発電を行う長岡火力発電所が営業運転を開始した2004年の新潟県中越地震の際には被害の大きかった山越村からの避難者を対象にした仮設住宅がニュータウン内に建設された 域内で生じた廃棄物を、管路収集システムで地下のパイプを経由して、処理施設へ輸送するシステムが導入されている。管路収集システムのゴミの投入口ゴミの投入口。ありがとうございます。